はい、どうもみなさん、こんにちは、いずっこです。それでは今回なんですけども、ポイントサイトハピタスが9月から超パワーアップ、PayPayボーナスや D ポイントなどの交換がかなりお得にということで、今回はポイントサイトハピタスについてですね、この動画では僕が普段から利用しているポイントサイトハピタスが来月からですね、さらにパワーアップするということについてお伝えします。もしですね、普段から PayPayボーナスですとか D ポイント、G ポイントなどポイント貯めてる方がいらっしゃればですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということで今回紹介させていただくのはこちらのポイントサイトのハピタスというものなんですけども、僕の動画でちょくちょく紹介をさせていただいてるんですが、D ポイントとか、そういったものを集めるのに使ってる、サイトの一つです。お題の通りこの9月1日からかなりパワーアップするということで、これまでですね、僕ポイントサイト単体の動画を作ることがなかったんですが、それだけね、今回インパクトが強かったので、一本の動画とさせていただきます。で、早速ですね、公式のページを見ていただきたいと思うんですけども、お知らせ会員ランク制度がリニューアルします。2021年の9月1日ということで、これまでですね、ハピタスでは、会員のランクっていうのがあったんですけども、それがね、さらに、パワーアップするということでございます。で、リニューアルする内容っていうのがいくつか分かれているんですけども、まずここが結構すごくて、ランク昇格条件が変わりますということで、昇格対象となる広告利用履歴の期間が過去6ヶ月から過去12ヶ月と長くなりますということで、例えば楽天市場とか、Yahoo ショッピングとか、直接このハピタスっていうサイトを使ってすると、そしたらその一つの広告利用として対象になるんですけども、なのでバタバタですね、半年間の間に使うのではなくて、かなりね、余裕を持って使うことによって、それが一つの判定基準ということになります。で、元々のですね、制度っていうのが、ポイントを獲得した数のみか、もしくは広告を利用した回数、どちらかで判定してたんですけども、今回からですね、このポイントを獲得するプラス広告の利用件数ということで、ここも新たに新しくなります。で、各ランクのですね、昇格1条件は以下の通りですということで、ゴールド、シルバー、ブロンズということで、これ正直ですね、後ほどシミュレーションするんですけども、このゴールドランク、絶対になった方がいいというのがちょっと断言できるんですよね。獲得ポイントが5000ポイント、いわゆる5000円相当ですね、プラス12件使うだけ、それでゴールドランクが昇格できる、プラス維持できるっていうことなので、これめちゃくちゃお得なんですよ。もちろんね、ブロンズでもシルバーでもお得なんですけども、ゴールドだけでも絶対になった方がいいっていうふうに僕断言できます。っていうのもですね、このランク得点が結構すごいんですよ。一応ブロンズ、シルバー、ゴールドということで、この得点1のボーナスポイントがですね、ランクによって変わってくるんですよね。いわゆる、そのハピタスで溜まったポイントを、今からお伝えするポイントとかに交換するときのパーセンテージがですね、アップするんですよ。これちょっとサムネにも出てたと思うんですけども、例えば、ハピタスで溜まったポイントを PayPay ボーナスに交換する場合、ブロンズであれば 1% なんですけども、ゴールドであればなんと 5% で交換することができます。これ後ほどシミュレーションします。他にもですね、クオカードペイとかドットマネーギフトコードもできますし、D ポイント。D ポイントであればですね、4% とか、G ポイントでは 4%。ポレットであればね、もともと 0.5% だったんですけども、これ 4% に変わりますね。これ僕結構最近使ってるんですよね、ポレット。ペックスにもできますし、エディとか。ビットコインでも 3% 増えるみたいですね。これめちゃくちゃいいですね。っていう感じで、かなりのね、ポイントが、このゴールドになることによって、数%を増量できた状態で交換することができるっていうね、結構えげつないんですよ。なので、今お伝えした内容を踏まえて、例えばなんですけども、ハピタスを使って Yahoo ショッピングでお買い物をすると。そしたら、まず広告利用回数の1件としてカウントされます。で、次に、ハピタスを経由して楽天市場でお買い物をすると。そしたら、またこちらも1件としてカウントされると。で、同様にですね、ハピタス経由をしてロハコでお買い物をすると。そしたらこれも3件目。次、auPay マーケットもハピタス経由で auPay マーケットでお買い物をすると。これで4件目。で、これにプラスアルファでですね、件数は4件で OK なんですけども、で、1000ポイント以上ですね、獲得した場合、そしたらこれでブロンズ会員になるということになります。これだけでもめちゃくちゃ簡単ですよね。で、そこから続いてですね、PayPay モールがハピタスの中にもあるので、ハピタスを経由して PayPay モールでお買い物したら5件目。で、これでどんどん続いてって、6、7、8ということで、8番目に、クレジットカードを作成すると。で、ここでさらにですね、トータルで3000ポイント以上獲得した場合、これでシルバー会員になるということになります。クレジットカードを作っただけでも一撃でね、4、5000ポイントくらいいくのに、この細かいところで少額ののね、どんどんお買い物をすることによって、件数も結構稼げるので、シルバー会も結構簡単にいけるかなと思います。で、続きまして、ハピタスもまあいろんな案件あるんですけども、簡単な会員登録とかもあるんですよ。で、そうすることでトータルでまず10件をこなすと。で、さらにここでトータルで5000ポイント以上獲得した上で、そうすることでゴールド会になるということになります。で、得点1のポイント交換でボーナスポイントプラスアルファで、ちょっと紹介してないんですけども、特定2の買い物安心保証の14日以内対応というね、こういった特典もついてきます。で、先ほどもちょっとお伝えしたこの特典1の方なんですけども、ランク別ボーナスポイント率一覧ということで、まあランクによってですね、交換するポイントのパーセンテージが変わってきます。例えばなんですけども、PayPay ボーナスですね、PayPay 使ってる方結構いらっしゃると思うんですが、このゴールド会員の場合ですね、そうなった場合、例えばハピタスの案件いろいろこなしてって1万ポイント、まあ、結構1万ポイントって結構サクッといくんですよ。その溜まったポイントを、まず PayPay ボーナスの 5% で交換をすると。そうすることで、1500 PayPay ボーナスに交換することができます。すごいですよね。で、そこからですね、日常生活で PayPay 使ってもいいと思いますし、PayPay ボーナス運用に僕は結構回してるので、そちらでね、運用するということでもいいと思います。なので、普段から PayPay 貯めてる方は、まあ、ハピタス経由でね、こういった風に交換するのもめちゃくちゃお得かなと思いますね。で、続きまして、こちら G ポイントギフトなんですけども、まあ、G ポイントも結構優秀なんですよ。で、もちろんね、このゴールド会員の場合のシミュレーションしたいと思うんですが、ハピタスで、まあ、1万ポイント貯めると、その後に G ポイントギフトコードに、まあ、4% で交換する場合、1400G ポイントになります。で、G ポイントね、そのまま現金にもできるんですけども、例えば T ポイントだったりとか、7個とか JR キューポとか、まあ、こういった様々なポイントに交換することができるので、G ポイントはね、ほんと使う幅がめちゃくちゃ広がります。なので、こんな風にいろんなね、経由をすることで、ポイントのね、まあ、価値っていうのが使い方によってかなり変わってきます。で、先ほどお伝えしたこの広告利用の件数が12件以上、まあ、これをクリアする方法として、まあ、僕個人的なおすすめの方法としたらですね、この会員登録っていう風にハピタス側で検索をかけます。そしたらですね、会員登録をすることによって、ポイントゲットできるプラス件数を稼ぐことができます。今出てるようなふるさと納税、フルナビとか、出前館とか、まあ、こんな風に、まあ、条件はいろいろ出てるんですけども、めちゃくちゃ簡単なので、ご自身がね、普段から使いそうだなっていう、あればそこに登録をしてもいいと思います。まあ、これふるさと納税の里フルもありますね。まあ、そういった感じで、もしね、会員登録だけでも件数稼ぎたい方はこんな方法でぜひ試してみてください。ちなみにですね、ハピタスって業界ナンバー1水準の還元率に挑戦ということで、まあ、案件とか時期とかにもよるんですけども、まあ、その案件によっては結構高還元なんですよね。例えば D カードゴールドを今作ると25000ポイントとか、SBI 証券ですね。こちらも7000ポイント。まあ、仮想通貨のコインチェック。これも口座開設で1万ポイント。まあ、こんな感じで、トータルを見ても結構ね、ハピタスって、まあまあ還元率っていうか高いですね。この JCB カード W も5000円相当でめちゃくちゃでかいですよね。ちなみに以前ですね、僕も動画で紹介していただいた、この auPay カードですね。auPay カードをハピタス経由で作成すると4500円相当が取れるっていうね。ちなみにこれですね、リアルタイムで検索をしたらですね、8月25日11時現在なんですけども、こちらぶっちぎりで1位ですね。もちろんこれね、時期とか日によって変わるので、今現在は高いんですけども、やっぱりトータルで見てもハピタスはね、かなり高還元だなっていうふうにも思います。で、せっかくなんで僕も一つ案件をこなしてみたいと思いますので、ぜひですね、トライされる方は参考にしていただければと思うんですけども、こちらすでに僕がハピタスに登録をしている状態なんですが、その右下の検索っていうところですね、タップします。そしたら検索をするバーが出てくるんですが、今回はですね、行う案件を事前に目処をつけてまして、この検索するキーワードのところで、会員登録っていう風に入力をして検索をかけます。で、いろんな一覧が出てくるんですが、先ほどちょっと紹介したふるさと納税でおなじみのフルナビですね、ここにまだ僕は会員登録してなかったので、早速登録をしてみたいと思います。で、案件をこなす前に必ずやっていただきたいことは、この画面の下の方に下がっていただいて、ポイントの獲得条件とか、ポイント却下条件という、こういったところをしっかりと読んでください。結構案件によって条件がかなり違うので、今回はね、この新規会員登録が一番簡単そうだったので、これをやってみたいと思うんですけども、いったところを読んでいただいた上で、このポイントを貯めるをタップします。そしたらですね、フルナビの公式のページに切り替わりまして、この画面の真ん中の方にですね、会員登録無料をするというところがあるので、これをタップします。そしたらですね、ここから普通に個人情報の入力をしていっていただいて、もろもろのの入力が完了したら、これで会員登録が完了ということで、ものの3分もかからずできましたね。めちゃくちゃ簡単でした。で、しっかりとね、それがハピタス側で反映されてるかどうかっていうのをチェックすることができるんですけれども、その場合、このマイページっていうところですね、タップしていただきます。そしたらですね、いろんなメニューが出てくるんですが、その中でこのポイント通帳というところがあるので、こうタップします。そしたらですね、約1、2時間ぐらいもかからず、このポイント通帳側にですね、ハピタスを経由して、ふるさと納税のサイトのフルナビに会員登録できましたよっていう、これちょっと今判定中なんですけども、それがしっかりと利用履歴の方に出てきます。判定開始日が8月25っていう風に出てますんで、しっかりとね、ちゃんと経由できたっていうのが、足跡がしっかりとついたというような状態でございます。なので、これで今回の広告利用件数の1件目としてカウントがされてるということになるんで、ぜひですね、こういった方法でトライしてみてください。で、もしですね、ハピタスを始めるならということなんですけども、今現在ハピタス紹介キャンペーンということで、トータルで5000ポイント以上、5000円相当の広告を利用することで、2100円分がもらうことができますんで、ぜひですね、まだハピタス登録されてない方がいらっしゃったら、一度こちら概要欄の方にですね、登録のリンク貼っておきますんで、詳細気になる方チェックしていただければと思います。これまでいろんなポイントサイトを利用させていただきましたけども、利用頻度としたら今後ね、ハピタスの方が利用頻度高くなりそうな気もするので、ぜひですね、利用検討されている方は僕が先ほどお伝えした方法もぜひ参考にしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。